今日はどこ行くんですか？今日は名前のないパン屋さんに行きます。名前のないパン屋っていう名前だもん。名前のないパン屋。名前のないパン屋どういうこと？って聞いてる。どういうこと？背負い投げ。おお、風が出てきた。違うだろ。違うだろう。違う。この風。このハゲ。あ、その信号を越えたちょっと右じゃないかな。これはまっすぐ行ってた。まっすぐ行っていいよ。これじゃない？無事に買い終わりました。それではこのサドルバッグ、なんて言うんだろう、このバックパックなんて言うんだろうね、これこれで無事にケーキを持って帰れるのかどうかですね。崩れなきゃいいな、崩れなきゃいいな。あんまり段差踏むとケーキが飛ぶ。飛ぶぞ。お互い何と呼び合っていますか？本名さんと名字くんだよね。あ、そうそうそう、そう名前さんと名字くん言えないけどねなんか最初さ、こう今忍者子忍者だけど、なんかスノボーの時にみんなに呼ばれている名前でやろうかなと思ったんだけど、うん、ね、なんか名前じゃん、めっちゃ、うん、もうそのあだ名から名前が推測できる名前じゃん、うん、だからやめたんだけど。あ、P って書いてるのあれか。本当？奥。あ、あれそう？あ、そうだ。ちょっと行ってみよう。え、ザリ？え、ザリなん？これ。え？
さあ、今日はどこへ行くんですか？今日はですね、近くだけど行ったことないシリーズ、砂川編です。砂川編です。噛んだぞ今。砂川のポークチャップを食べに行きます。いやいや、美味しかったね。うん、美味しかった。めちゃくちゃでかかったね。でかかったね。なんかでもでかいけどすごい柔らかかった、うん、いやうん、びっくりした。びっくりしたね。うん、うまい、うまい、うまい。わだち、わだち、わだち、わだちんこ。え？終わっとるや。昨日で終わってた。いっそ、いっそ。買おうと思ったのに。